皆さん、こんにちは。えー、大阪大学文学部、哲学講義、グローバルユーロ思想史の2回分の授業を担当する山城博次です。えー、第1回の今回は、モンテーニュエッセイにおける身体の経験、えー、老、病、性というテーマでお話しします。えー、身体は、 我々の存在の大きな部分を占めると語るように、モンテーニュは身体を精神の付属物ではなく、むしろ人間の本質を成す部分であるとみなしています。エセにおいて重要な主題である人間の身体、肉体をめぐる思想について考察するために、老い、病、 性に関する主な記述を見ていきましょう講義はご覧のような手順で進めていきますはじめにモンテーニュと身体の条件と題してモンテーニュという人物と エッセイという作品についてごく簡単に紹介した後、モンテーニュが作中で自己の身体の経験に注目する背景と意義について解説します。そしてその後、エッセイにおける、老い、病気、性愛についての施策を それぞれいくつかの引用を元に考察していきます。最後にまとめとして、モンテーニュの身体感の元になっている自然に関する思想について検討を加えましょう。なお、本動画におけるエッセイからの引用はすべて原次郎役、 宮下史郎役を参考にして、えー、私が独自に作成したものです。えー、フランス語原文は、ヴィレ・ソーニエ版の、えー、エッセイを参照しました、えー。引用のページ番号は、このヴィレ・ソーニエ版に基づいて記しました、えー。なお、フランス語原文を引用する際は、現代表記に変更しました。 えー、ミシェル・ドゥ・モンテーニは、えー、ルネッサンス・タケナワの16世紀フランスに行きました、えー。ボルドー高等法院で裁判官を務めましたが、早くも37歳で引退し、古今の書物を読破するかたわら、エッセイの執筆に勤しむようになります。そのエッセイ初版、あこれが、えー、1580年に刊行されますが、その直後に、 ドイツとイタリアの諸都市をめぐる大旅行に出かけます。その1年半後に、旅の最中にですね、ボルドー市長に選出されたという知らせを受けて、故郷に戻ります。市長を務めていた間も、任期を終えてからも、エッセイは書き継がれます。1588年に、 第3巻までを収めた生前の決定版が刊行されますが、その後もモンテーニは死ぬまでエッセイの改訂作業をやめることはありませんでした。エッセイは、死、教育、習慣、感情、社交、友愛、性愛、政治などなど、ありとあらゆる主題について、 えの、えーまあ、日常的な、あるいはまあ哲学的な主題を含むわけですけれども、おまあ、これらについてですね、えー、モンテーニュ自身の折々のお考えをですね、えー、順序や論理的な整合性にこだわらず、自由な文体によって、えー、書き記したという、まあ、極めてユニークな書物です。えー、モンテーニュは本書で、えー、哲学上、 宗教上、えー、あるいは社会上のですね、あらゆる通念に批判の目を向けて、えー、気取りのない率直な文章で、えー、独自な見解を表明しています。えー、まあ、その見解には、あ極端なものや突飛に響くものも、えー、ありますが、知識ではなく思考力の育成を重視する教育思想や、文化相対主義的な発想、 宗教的寛容、えー、あるいは反人間中心主義的な考えなど、モンテーニュの後世において広く支持されるようになった多くの考えの方がが明確に認められ、その先見性に驚か,驚かされます。えー グノボレについてという章の中で、モンテーニは身体は我々の存在の大きな部分を占めると語っています。モンテーニは身体を精神の付属物ではなく、むしろ人間の本質をなす部分であるとみなしています。彼はエッセイで身体がもたらす様々な感覚、味覚や聴覚や視覚のことですけれども、 まあ、そうした感覚に注目し、身体が厳選となる快楽や苦痛の描写にも多くのページを割いています。また、身体の精神や思考に与える影響についても強く意識しています。プラトンの著作に端的に伺えるように、伝統的な古代思想では人間において精神的な部分、 魂、理性や知性といった部分ですけれども、これが主、主であり、身体的な部分、肉体、欲望、感覚といった要素ですね。これが自由である、と考えられてきました。ストア哲学はプラトン主義をさらに発展させて、精神的な部分をもって身体的な部分を闘魚することを 人間の幸福であり道徳であるとみなしました。えー、モンテーニはエッセイ執筆の初期においてはそのようなあストア的な理想をですね受け入れて、えー、実践しようと努めていた詩もありますが、えー、彼は徐々にそのような思想から距離を取るようになり、えー、中期以降の文章では魂と身体の独立性を否定して え、両者の分離不可能性を強調するようになります。え、そのことは引用01番に、え、明確に表れています。え、引用は、この後も、適宜ですね。え、ビデオを止めて、え、ご自分でゆっくり、目読してください。え、ここでは、下線部のみを読み上げておきます。 我々の二つの主要な部分を分離し、相互に隔離しようとするものは間違っている。反対にそれらを接合しなければならない。魂には身体を妻とし、夫の役目を果たすように命じなければならない。 モンテーニは身体の快楽や苦痛をものともせず、ひたすら理性を駆使して、学問や宗教の真理を探求することはそもそも不可能であり、従ってそれを理想とするような生き方を誤っていると断じます。身体と魂は相互に独立して機能するものではないのだから、身体の情動や欲求にも耳を傾け、 肉体的な快楽も頭から退けるのではなくて、ほどほどに追求すればよいのではないかというのです。モンテーニは再三人間の動物に対する優位性を否定し、むしろ人間も動物の一種に過ぎないことを強調していますが、そのような人間の中の動物性の善人は、 人間の身体的な快楽の追求を正当化するための論拠にもなっていると言えるでしょう。実際、モンテーニュが見るところ、人間の振る舞いには、あまあ、動物と大差ない部分が目につきます。0203のような引用もあります。これは各自目を通しておいてください。 また、モンテーニは、エッセイ第3巻13章、経験についての中で、自分の日常における様々な身体的な習慣や感覚の修正について、こと細かに語っています。えー、引用04を読み上げておきます。私はなかなか動き出せない。起きるのも寝るのも、食事するのも遅い。 私は一日中立ったままでいられるし、歩き回っても退屈しない。私はほとんど食事はり好みせず、目の前にあるものに手をつける。私はサラダも果物もそんなにいらないが、メロンだけは別だ。白ワインから赤ワインへ、つ、えー、いで、また赤ワインから白ワインへと好みが変わった。えー、まあ現代のですね、 人気タレントとか、俳優など有名人のですね、ブログとかツイートを思わせるような日常的な記録ですね。これ、モンテーニュの熱狂的なファンであればともかく、一般の読者がこんな文章に何の意味があるのかと思うかもしれません。実際、同時代の読者の中にも、 誰が彼のワインの好みなど知りたいというのかと、まあ冗談混じりにですけれども、行き通った人もいたそうです。しかし、モンテーニにとって人間はまさに動物と同じく、えー、食べたり眠ったり、えー、愛し合ったり、えー、病気をしたり、えー、歩いたり、えー、置いていったりする、まあ、そういう存在です。 彼において、このような身体の習慣の記録は、えー、自らの思考の記録と同等の重要性を持っていたのです。えーまあ、この私の2回の授業を通じて、エッセイにおける人間の身体をめぐる思想について考察するために、えー、老い、病、性、まあ、セクシュアリティの性ですね、に関する主な記述を見ていきましょう。 まずは、オイについて見ていきましょう。モンテーニはエッセイで常に自分を老人とみなしています。前書きにあたる読者にの中には、本書は身内や友人が自分の死後に自分の生き方や気質の特徴を思い出すよすがとするために書いたという旨の一文があり、 自分との死別はすぐにでも起こることだという正し書きも添えています。この時彼は47歳でしたが、もう十分に生きたと認識し、エセイを遺言,言として、親しい人々に残そうと考えていたのでしょう。また別の章でも、今の私はとっくに四十の坂を越えて、 老いの道を歩んでいる。えー、と記しています。えー、さらに、えー、50代前半頃に執筆されたエセ第3巻の各章においては、えー、もはや自分を立派な老人として描いています。まあ、ちょうど私の、あの、年齢ですね。えー、当時の平均寿命は、今より、えー、相当短かった。まあ、これは事実ですけれども、 それにしてもあまりにも早い老衰ぶりではないでしょうか。エッセイは一貫して事故の老いの観察の記録であると言っても過言ではありません。このエッセイの執筆を通じて、モンテーニは常に老いを意識し、それに抵抗し、やがては受け入れていくのです。 えー、問題には、おいというものを、えー、生と死の混ざり合った状態とみなしています。えー、引用05あの全文を読み上げます。死はあちこちで我々の生と混じり合い、溶け合っている。la mort se mêle et confond、e、partout à notre vie。衰、え、退、ー、は死よりも早く訪れ、 我々の成長の中にさえ侵入してくる。私は自分の25歳の時と35歳の時の肖像画を持っている。それを現在の肖像画と比較してみる。すると今の私はどれほど私ではないことか。現在の私の姿は死ぬ時の私の姿よりもかつての私の姿とどれほどヘダ、遠く隔たっていることか。 モンテーには、肖像の中の今の自分の姿と、20年前及び30年前の自分の姿とを見比べて、今の私はどれほど私ではないことか、と呟いて、そしてまた、この2、30年間の自分の姿の変化と、現在から死ぬ時までの自分の姿の変化とを比べると、 前者が後者よりも何倍も大きいだろうと予測しています。えー、彼は若さの盛りの時が本来の自分だとすると死に近づくにつれて徐々に自分ではなくなり死をもって自分は自分であることをやめると考えているようです。えー、老教にある今の自分の姿は若い時の自分の姿と あまりに大きく異なる、えー、ということから、自分はいよいよ死に近づいていると推測するのです。そのような死期の近い自分は、もはや完全に生きているとは言えず、死に大いに侵、えー、食されている。死は自分の性の中に紛れ込んでいるというわけです。 それでは次に、引用06の河川部を読み上げます。神から少しずつ生命を奪われる者は恵まれている。それは老年の唯一の恵みだ。それにより最終的な死は激しくも苦しくもなくなる。殺すのはその人の残りの半分か四分の一だけなのだから。 え、年を取るにつれて、歯が抜け落ち、性的機能が衰退していくといったように、身体の諸部分が一つ一つ滅んでいきます。このように徐々に性の中に死の占める割合が大きくなることを、え、門弟には神から与えられた恵み、ガラスと捉えています。え、この時死は性の否定ではなくて、 生の延長となるからです。えー、人間は死によって生から突然飛び降りるのではなくて、えー、老いという移行の段階を通じて、えー、まあ、ける、フォーンドですね。あるいは自分から抜け出していく、エシャッペと言います。 このように、モンテーニは、自然は生と死を一連の現象として我々に与えてくれていると考えています。ただし、モンテーニは、大いに伴う身体的な衰退をあるがままに受け入れようとしても、それと同時に進む精神の変化には、おとなしく従わずに必死で、 抵抗します、えー、彼は、長大な聖アイロンである第3巻第5章のウェルギリウスの宿についての中で、えー、次のように述べています。えー、引用07番の下線部を読み上げます。それゆえ今は、わざと自分を少しばかり乱脈の方へ離してやり、 時折、魂を浮かれた若い考えでいっぱいにし、そこで休ませるのだ。かつて私は、快楽、フォリ,リプテに対して防御したが、今はセセ、節制、タンペアンスに対して防御している。えぇ、ー、末尾に出てくる快楽、フォリプテは、えー、これは明らかに性的な快楽のことを指します。 モンテーニはえ若い頃は努力しても一向に肉欲を抑えられなかったのにえ老年の今となっては何の苦労もなく節制を保つことができると言いますえむしろ欲望を覚えるのが困難で放っておけば無感覚な状態に陥ってしまいますえ彼はこのような陰気で刺激のない状態から脱するためにあえてみだらなことを想像し 精神を陽気にしようとします。以前は精神によって身体を投与しようとしたのに対して、まあ、今は身体によって精神を活性化しようというのです。えー、年とともにですね、えー、知恵を蓄えて節度を知るというのは、あこれは陽の東西を問わず人間の精神的成長のモデルであると思います。 老年において性欲を高めようと努める。そのように宣言する、モ文定ニは、このモデルを真っ向から否定しています。彼は過剰な保障と同様に、過剰な節制も妨げることで、青年においても老年においても、保障と節制の中央の状態を理想とみなすのです。上で確認したように、 モンテーニュは人間の魂と身体の働きが不可分であり、どちらか一方が他方に従属させられているような状態を悪とみなしていました。えー、ここでの中央の思想には、えー、モンテーニュの心身の協調、あるいは合一を尊重する姿勢が反映しています。 このように、想像による性欲の活性化は、老年の憂鬱を解消しますが、モンテニはさらに進んで、若い頃と同様の女性との恋愛を無双します。08の引用下線部をご覧ください。恋愛ほど私をドキドキさせる情念はない。 je n'ai point autre passion qui me tient en a r n e 恋愛を私に注意深さ、慎み深さ、えー、優雅さ、自分への配慮をもたらすだろう。えー、おいて見,く見にくくなった自分は、<laughs> えー、恋愛を実践することで、えー、相手に好かれようという気持ちから、えー 身なりも振る舞いも洗練され、少しはみっともなくなるだろうと言っています、えー。これを語るモンテーニは、妻子ある50代半ばの男性です。えー、つまり、ここで言う恋愛は不倫の恋のことです。モンテーニは、これが不倫願望であることについては全く言及せず、えー、おそらく何の罪悪感も覚えていませんが、老、え、座、ー、のみで、 恋愛を夢見ることがいかに分不相応かということについては実は痛いほど自覚しています。次に引用09の下線部を読み上げます。それが回復の極めて困難な楽しみであることはよく承知している。衰弱と長年の経験から 我々,我々の好みはより繊細で難しくなっている。自分と相手の状況をわきまえているので、愛されるという自信が全く持てない。私は青春の湧き立つような若者の中にいるのが恥ずかしい。えー、老いた自分は、女性に好まれる要望ではなく、体力はなく、気難しく、 えー、その上、襟好みまでするため、恋愛の相手を見つける術もないと言います、えー。そもそも相手を引きつける自信もないため、えー、実際には誘惑することもできません。えー、恋にふさわしいのは若者であって、えー、我々はもう見物しているしかないのだ、えー、と悟ります。えー、これも、 ウェ,ルゲウェルギリウスの仕句についての章からの引用ですこのような老年における恋への憧れとそれがかなわないことへの自覚との葛藤は少し哀れを誘います次に病に関するモンテーニュの考えを見ていきましょう 引用10と11の下線部を読み上げます。健康は自然が我々に与える最も麗しく、最も豊かな贈り物である。健康とは貴重なものである。実際のところ、時間、汗、苦労、財産のみならず、生命さえもかけて追求するに値する唯一のものである。 モンテーニュにとって、健康でなければどれほど恵まれた境遇のものも不幸だという意味で、健康のためには死んでもよいという主張は、皮肉でも逆説でもない大真面目な真理です。しかし人間は病を免れることはありません。我々は決して病気なしではいられないと、 モンテーニはレーモンス・ボンの弁護という章の中でも語っています病気は我々の宿命なのですモンテーニは1577年11月頃、ですね腎臓結石の最初の発作に襲われますそれが43歳 44歳の頃ですねそしてその後の生涯約15年間の全期間にわたりこの病気と戦うことになりました前にも言いましたが1580年6月からの1年半に及ぶドイツイタリア旅行の主目的は血液治療のための当時にありました 彼は、いわば病気のベテランとして、どのように痛みや苦しみと付き合うかについて、エッセイの中で詳細な報告を行っています。えー、経験についての引用ですがあ、肉体の健康のこととなると、私ほど有益な経験を提供できる者はいない、と言っています。 モンテーニュは、医者や医学を通列に批判しています。第2巻37章の子が父に似ることについてという章の医学批判はとりわけ熱が入っています。その論拠は第一に医学を信用する者ほど病気になりやすいという点です。引用12をご覧ください。 河川部を読み上げます私の知る限り、医学の支配下にある民族ほど、早く病気になり、回復の遅い民族はない。医者は病気を支配するだけでは満足せず、健康まで病気にする。えー、医者の指示に盲従することで、四六時中、 食べたいものも、したいことも我慢させられて、どこも悪くない場合も病であると思い込まされると言っています。結果的にそんな患者ほど健康から遠くなるというわけです。まさに病は木からです。少し後でモ問題ニはあ、何世紀もの間医学を知らずに暮らさなかった国民はない。 我が国でも庶民は医学などなくても幸福に暮らしていると断じています。これはそもそも医者など存在しない方が病気を気にせずに済み病気に生涯を送れるという意味でしょう。モンテーニュの医学批判のもう一つの根拠は 医者たちの言うことがそれぞれに異なり、しばしば相互に矛盾するという点です。経験についての章のよく知られた一節を引用しましょう。引用13をご覧ください。河川棒を読み上げます。もしあなたの医者が眠りすぎは良くないとか、酒は飲むなとか、こんな食べ物は良くないなどと言っても、 気にすることはない。私が反対のことを進める医者を見つけてあげよう。医者の理屈や意見は多様であって、どんなものでもあり得る。えー、それぞれの医者は、過去に自分が診察した少ない患者の例しか知らないため、その意見は、おのずと別の意見の、まあ、別の医者の意見と食い違います。 この引用文にあるように、飲み物や食べ物の摂取について正反対の意見を持つ医者も当然いたことでしょう。モンテーニは、子が父に似ることについてという章の中で、自分の持病である血跡について、最もらしい根拠とともに、小便の回数を増やすように努めよという医者、我慢せよという医者、 性行為を進める医者、禁じる医者、当事が良いという医者、良くないという医者がいると述べています。当然ながら、そのような場当たり的な助言に従えば、かえって病状が悪化する可能性もあり、えー、薬と思って投与したものが毒になり、最悪の場合は患者を死なせることもあります。要するに、モンテーニューにとって、 同時代に医学は経験科学たるに十分な知見を統合していなかったのです。どんな医者も両方と治癒との因果関係が確固たる理論によって説明できず、まあ、治ったとしてもそれは偶然でしかありませんでした。本来ならば何度も実験を繰り返して確実な因果関係を論証しなければなりません。が、 え、これを手順よく実行できる者はいません。医者は治療が効果を発揮した場合は自分の手柄だと主張し、効果が明らかでない場合、あるいは病状が悪化した場合には患者や環境のせいにします。え、これだとまじないや占いと変わりません。えー、まあこういったあ、モンテーニュの医学批判は、 非常にに的確に思います。医学がまじないから脱するために実験による仮説の論証が必要だという近代的な着想をですねモンテーニュはいち早く抱いていたということです、まあ、この点には注意をしておくべきでしょうえさてモンテーニュ の、欠席との戦いは、凄まじいものでした。えー、ここでの、えー、お前は、モンテーニュ自身のことです。えー、引用14の河川部を読み上げます。お前は、うめいて汗をかき、青くなるかと思うと真っ赤になり、ガタガタ震え、血まで吐き、激しい痙攣に苦しみ、 えー、時に目から大粒の涙を流し、濃厚で黒くおぞましい小便を出す。それでもお前は平然と周りの皆と会話し、時折使用人たちと冗談を言い、真面目な話にも加わり、痛みの釈明をしながら、何とか苦しみを和らげようとするのだ。 仕事や社交の傍らで、すさまじい痛みに耐える姿が、その幹部の様子も含めて極めて具体的に描かれています。モンテニは、それでも公務や自分の領地の管理の仕事を務めて冷静にこなしていたのです。彼はこの持病を癒すために様々な治療法を試みます。 えー、旅日記の中には、旅先のいろんな温泉での入浴時間や効率とともに、えーまあ、効能とともにですね、<coughs> えー、尿や排泄物の様子が抗がの腫れの状態の変化に至るまで詳細に報告されています。 えー、エッセイでは知り合いの女性から分けてもらった薬草を試したが効果がなかったといったことも記されています、えー、結果上で見たような医学についての不信もあり、えー、彼は持病の根治を諦めますしかしモンテーにはそれでいて自暴自棄になるのではなく やがて次のような境地に至ります。えー、引用15の下線部をご覧ください。私は血石の潜通から少なくとも一つの恩恵を得ている。これまで死と和解し、親しく交わることができずにいたが、それが実現し得るという恩恵だ。潜通が私をいじめ苦しめるほど、 私は死が恐ろしくなくなるのである。私は今やかろうじて生きているという、生きているだけという状態だが、戦痛は私と生との絆をますますほどいてくれるだろう。度重なる欠石の戦痛は死の恐怖を和らげてくれると言います。 死んだらこの激痛から解放されると思えば死など怖くなる怖くなくなるというわけですこのような死との和解は早く死にたいという願望とは異なりますそれはいつでも死ぬ覚悟はできているが与えられた生を死の恐れに邪魔されることなく陽気に楽しんで過ごすことができる状態を指します モンテーニには死を愛し望むという他方の誤った極端に私を掘り込むのだけはどうかやめてください。えー、というこの引用15の末尾の言葉で自分が苦痛に耐えられずに死を選びたくなるような心境に至ることを警戒しています、えー、使徒の和解とは 死の覚悟と死の危機との絶妙な均衡の上に成り立つ状態なのです、えー、こうしてモンテーニは医術にも頼らず自分から治癒のために努力することも放棄します自然に任せようというわけです、えー、引用16をご覧ください えー、河川棒を読み上げます。少しはなるがままに任せよう。のみやもぐらを守ってくれる自然の秩序、l o ドは人間がのみやもぐらと同じように辛抱強くその秩序に身を委ねるなら、えー、きっと人間も守ってくれる、えー。委ねよう。どこまでも身を任せよう。自然の秩序は 従うものを導いていく、えー、我々は身体を持つ限りにおいて、ノミやモグラと同様自然の支配下にあります。人間の知恵や医術などという小賢しい人為は自然の秩序を業も変化させられないのです。まあもちろん現代の医学は全く事情が異なります。 病も自然が我々に与えた宿命であります。我々がそのまま死に至るか、はたまた治癒するかは我々が知る由しもありません。抵抗したところで死ぬときは死ぬのです。いや、抵抗すればするほど病は悪化する可能性もあります。我々は自然の仕組みを解明するほどの知性を備えてはいないからです。 我々が行うべき唯一の選択は自然への随順なのです。これがモンテーニュの考えです。モンテーニュが語る身体の経験のうち最大のトピックは性、セクシュアリティです。 エッセー屈指の長編である第3巻、第5章、ウェルギリウスの四句についての大半が性についての施策に充てられています。モンテーニはエッセイの全体を通じて自分の姿と行いと思考のすべてを包み隠さず語ると繰り返し表明していますが、この章では特にそのことが強調されています。 引用17をご覧ください。全文を読み上げます。私はやってみようと思うことは全て口にするように努めてきたし、公表できないことなら考えるのも不正だと思っている。私の行いや性格の最悪のものでも、それをわざと隠しておくよりは、醜くもないし卑怯でもないと思う。 この告白はことさらこの章に置かれることで特別な意図が込められているように思われます。それは第一に、モンテーニュの率直さをエッセイの他の章に関しても保証しようという意図です。誰もが大っぴらに口にするのを躊躇する性に関する事柄についてさえ本音を吐露すると宣言することで読者は それならば、ましてや他の章で書かれていることに嘘はないだろうと想像するでしょう。第二は、この告白によって読者にも筆者と同様の率直さ、大胆さを要求しようという意図です。自分が赤裸々な性の経験や欲望を白状するのだから、読者もぜひこの話題について正直に考えてほしい。 といいうメッセージを発しています、えー、もちろん読者の考えは直接モンテーニュに届くわけではありませんが、えー、彼はこの文章を書きながら、えー、読者とのいわば想像上の対話を楽しんでいるのです、えー、ここで想定されているのはとりわけ女性の読者です、えー、彼はこう記しています このエセイが女性たちに単なる客間の家具の役にしか立たないのはつまらない、えー。この章は個室で読んでもらいたい。私は女性たちと少しばかり親密な会話を交わしたい。 モンテーニは女性たちにこのかなりポルノグラフィックな要素を含む文章を読ませて、性に関する彼女らの本音を引き出そうとしています。本章では、女性も男性と同じく性愛に関心を持って当然であることが強調され、 女性だけに低縮差を求める一般的な男性の態度を批判しています。こうしてモンテーニは女性の性に対する衝動を解放することを意図しているのだと、えー、推測されます。さて、このウェルギリウスの祝について、えー、という章の内容の一部は、えー、前回見たオいの項目でも見ました。 そこではモンテーニュが老年を迎えた段階で陰気になりがちな精神を活性化するためにあえてみだらな想像をたくましくしようと試みている点に注目しました以下では同じ章の中でモンテーニュの楽天的な、まあ、曇りのないといいますかですね性愛の考えを示す文章を いくつか見ておきましょう、えー、モンテーニは次の発言によって恋愛にまつわる一切の幻想を破壊します、えー、引用18の下線部を読み上げます恋愛とは要するに 望む対象を享受する渇望であり、ウェヌスとは体内の容器に溜まったものを放出する快楽に他ならない。えー、身も蓋もない言い方ですね。えー、ウェヌスとは愛の女神、まあ、英語でヴィーナスですね。えー、のことで、ここではまあ恋愛の言い換えですね。 古来文学作品は恋愛を美しいものとして描いてきました。モンテーニュはこのような植物的な表現で恋愛を神聖なものから非属なものへと転化させています。また、ここでは恋愛がその一要素に過ぎない性欲へと還元されてしまっています。 しかもその欲望は、一方的かつ利己的なものとして表現されています。恋愛のプラトニックな側面、すなわち、相手を思いやり尊重して初めて可能になるような、相互の精神の交流の側面が全く無視されています。モンテーニはこうして人間を 偉大で高尚な存在とみなす、同時代の常識を否定し、えー、人間を動物と同等の地位に置こうとしているように見受けられます。えー、また、ここには、性を脱神秘化し、食事や睡眠と同じごく日常的な振る舞いの中に含めることで、えー、この行為を恥ずかしがったり、えー、もったいぶったりすることこそ、 が不当である、えー。滑稽なものである。と、えー、説得しようとする意図が伺えます。えー、また、ウェルギリウスの仕句についての章では、性欲の激しさが語られますが、えー、中でもとりわけ女性の性欲の強さが強調されています。 次は、プラトン、ティマイオスからの借用の部分です、えー。引用19の下線部を読み上げます。プラトンによれば、神々は我々に魚子がたく、横暴な器官を与えた。同様に、女性の体内には、鈍乱でがめつい動物がいて、必要な時に養分を与えないと、待たされることに耐えられずに荒れ狂い。 怒りを全身に引き渡らせ、様々な管を詰まらせ、呼吸を妨げ、無数の障害を引き起こす。えー、ルネサンス期には、このようなあ女性が体内に別の動物を飼っていて、それがどんらんに男性を求めている。だから実は性欲が強い。えー、という迷信が横行していました。 モンテーニュの同時代の作家ラブレーも、第三の書という作品の中で、登場人物のロンディビリスという意師に、プラトンの同様の記述に基づいて、次のように語らせています。自然が女性の身体内部の秘められたる場所に、男性にはないところの一匹の動物を、一個の器官を収めたからでありまして、 このような想像は男性の性欲を正当化するために都合が良かったのでしょう女性に言い寄る羞恥心あるいは罪悪感を緩和してくれるからです、えー、もっともモンテーニュとしてはこのような発言に女性蔑視の意識はないように思えます むしろそれは、性の欲求は、男女平等に与えられているのだから、振る舞いも対等であるべきだという、えー、現代的な認識に結びついています。えー、そのことは、次の一節に伺います、えー。引用20の下線部を読み上げます。これは自由な契約である。妻を縛り付けておきたいなら、 なぜ自分も縛り付けないのか。自由意志に任される事柄を制約する規則はない。えー、モンテには、男性が妻とは別の女性と恋愛を楽しむなら、妻にも同様の行いを許すべきだし、反対に妻に定説を求めるなら、自分もそうあるべきだと言います。 自然が男女に等しく与えた性愛の欲求の前に、夫の権威など無効だと宣言しているのです。封建的な身分制度が揺るぎなく支配していた時代に、驚くべき大胆な発言ではないでしょうか。ちなみに、モンテーニュの妻、フランソワー,ーズが、彼の弟のアルノーと不倫関係にあったので、 ああったのではないいかという説があります、えー、モンテニューの母のアントワネットがあるのに与えたあ金の鎖があるのが28歳で創生した後に、えー、フランソワー,ーズの持ち物の小箱から見つかったというのです、えー、この鎖首飾,で首飾りは首飾りは2人の愛の証だったのでしょうか アルレット・ジュアンナという研究者はつい最近出た高感なモンテーニュの伝記では信憑性はこの話はまあ信憑性は低いとまあ記しています次はモンテーニュと過去の女性との恋愛の様子が 具体的に記されている興味深い一節です。少し長いので2枚のスライドに分けてみましょう。まずは前半です。引用21の下線部を読み上げます。習慣に反することだが、これは本当のことだ。女性たちには自分が抱く愛情がどの程度かを伝え、 弱くなったり、強くなったり、生まれつつあったり、急激に燃え上がったり、再び持ち直したり、といった愛情の状態を正直に示した。恋愛は常に一定の調子で進むわけではない。えー、まず、習慣に反するというのは、当時の若者たちの恋愛の通例とは異なるという意味でしょう。 モンテーニは仲間たちとは違って、下、え、記、ー、のように交際相手の女性に、まあ、可能な限り誠実に接したということです。仲間たちは女性たちと行きずりの関係で満足し、次々に相手を変えて恋愛を楽しんでいたと想像されます。えー、女性たちには 自分が抱く愛情がどの程度かを伝え、伝えたとありますが、これは相手に常に感情を正直に伝えたということでしょう。また、恋愛は常に一定の調子で進むわけではないと記されていますけれども、これは愛情は初期の頃のような激しさのまま持続しないという意味と思われますので、 相手への連舗の情が冷めた場合もですねそのことを相手に偽ることはなかったということでしょう感情を偽っていたずらに関係を長引かせることもなかったしこちらの熱が冷めていても相手が望むなら関係を続けることに依存はなかったというわけです では、後半の十二引用の22番を見ましょう。下線部を読み上げます。また、たとえ相手のどんな原因で別れることになったとしても、軽蔑や憎しみを抱くことはなかった。なぜなら、男女の親密な関係は、どれほど不謹慎な約束、コンバンスイオンがきっかけで生まれたとしても、 幾分かの礼節、ビアンベイアンスをもって当たらなければならないからだ。ここでは恋愛が取引、マフシェ、あるいは約束、あるいは契約ですね、コンバンシオンと形容されていますが、まあ、そのことからもわかるように、 モンテーニはこの関係を小取引と同様のものとみなして、えー、更新するにしても、打ち切るにしてもですね、常に自分の意思を伝え、相手の合意を得ることを怠らなかったというわけです。むしろモンテーニは、相手が浮気、エンコンスタンスを起こしても容認し、相手が自分に対して少しでも愛情を示す限りは、自分から絶縁することはなかった。 と言います恋愛という契約関係においてむしろ彼が相手に譲歩するのが常だったのですそれは人へに軽蔑や憎しみという感情のまま関係を終えることを避けたからです後味の悪い別れ方は自分にも相手にも大きな過婚を残すことになります、まあ、ひどい場合は嫌がらせやストーキングが 続くかもしれませんモンテーニュは恋愛においては「礼節ビアンベェイアンス」という義務があると考えていたのですここに一貫して伺えるのはモンテーニュの平静さです自分の感情に流されることもなく相手の移り気に振り回されることもなく常に自分と相手との関係を均衡よく保つように努めています 恋愛を束の間の遊戯と割り切るのでもなく、まあ、かといって、相手の気持ちが冷めているのに執着を見せるようなこともありません。えましてや、関係がこじれて、憎悪や嫉妬が生じることは絶対に避けようとします。えまさにビジネスのように、相手にも自分にも、利益や楽しみがある限りにおいてのみ、関係を持続させようというのです。 えー、まあ、ロマン主義的な、ああですね、小説が描く身を焦がすような恋愛は、まあ、モンテーニュとは無縁です、えー。実際彼は恋愛を冷めた興奮、アジタスヨンエベイゲと定義しています。えー、引用23の河川部を読み上げます。 私はこの取引に完全にのめり込みはしなかった。楽しんだが我を忘れることはなかった。少しは心を動かされたが夢中になることはなかった。恋愛とは活発で大きな冷めた興奮である。L'amour est une agitation v e i l l é e v i v e e t g 恋愛は愚か者にのみ有害である。 エルネ・ニュイズイブル・コーフ。恋愛は確かに、ぶしつけで、恥ずかしく、不正で虚しい活動であるが、成術の仕方で行うなら、健康にも良いし、鈍重な精神と身体をうまく活性化してくれると思う、えー。楽しみつつも自分を忘れず、興奮しつつも夢中にならず、 えー、放章に陥りながらも裏切りや残酷には至らず、えー、モンテーニはこのようにですね、恋愛から適度な快楽と興奮を得たと言います。恋愛とは情熱とお冷静の中揚なのであり、何よりもお心身の健康のために営まれるものなのです。えー、モンテーニは エッセイの第1巻28章、友愛についてという章で、親友であった亡きエティエンヌドラ・ボエシイを念頭に、友愛は二人の人間のかけがえのない永続的な関係として描いています。これに対して、モンテニューにとって、恋愛は相互の健康と快楽の探求を前提とし、 合意によって営まれる一時的な関係にすぎません。その主体は理性的な個人であり、常念に囚われ狂気に陥るような不安定な精神の持ち主には危険で不向きな鋭意なのです。上の文中には、恋愛は愚か者にのみ有害であるとありますが、この点ですね、パイドロス、 という作品で、こういう予心的な狂気、狂気だとみなした、えー、プラトン、えー。まあこれは、ソクラテスの発言として、えーまあ、そのように言ってるわけですけれども、そのような、まあ、発想と比べますと、えー、モンテーニュの発想はあまりにも計算づくの合、えー、理主義的なものに思えます。 恋愛から魂を不安に陥れる苛烈な情念の要素を取り除き、それを心身の健康を保障する冷めた興奮に還元する姿勢には、モンテニューの極めて楽天的な人間観が垣間見えます、えー。では、まとめとして、 モンテーニュによる身体の経験の記述の内容を簡単に振り返っておきましょう。まず、おいについてです。彼はおいを生と死の混合と捉え、年齢とともに死の割合が大きくなると考えました。モンテーニュはこうした自然の推移を神からの恩恵とみなして受け入れていました。 ただし彼は一方で、老年の陰気で刺激のない状態から脱出するために、あえてみだらなことを想像し、精神を若返らせようと試みていました。えー、ここには、性の快楽をも自然の賜物としてありがたく享受しようという姿勢が認められます。 次に病についてです。モンテーニュの医学批判は、医学という学問の経験的妥当性が不十分であるという認識とともに、えー、自分の持病である血石の戦痛が死との和解をもたらしたという経験、すなわち、戦痛によって死の恐怖が和らぎ、残された性、 え、生涯を陽気に過ごすことができるようになったという経験に基づいていました。人為による治癒が不可能のである以上、病の成り行きは完全に自然に委ねるのが良いと悟ったのでした。そして、えー、最後に性についてです。モンテーニュは、 ウェルギリウスの仕句についてという章において、自然の欲求である性を近気とみなすことを批判し、性愛の脱神秘化に努めました。また、性愛に関する男女の権利を平等とみなすことで、男性の不定と同じく、女性の不定に対しても寛容な考えを示しました。 さらに性愛の理想を熱狂のない興奮状態と捉え心身の健康へと活用することを勧めていました、えーまあ、以上から明らかなのはモンテーニョが老い病性 にまつわる経験のすべてを自然からの恩恵として感謝を持って受け取っているという点ですそれらは辛く苦しい経験であっても感受というよりは積極的に享受されるのです老いは衰退ではなく死への緩やかな移行期間であり病は苦痛ではなく死との和解のための有効な手段であり性愛は 魂に不安をもたらす苛烈な情動ではなく、自分と相手の心身の活性化と安定をもたらす取引なのでした。このような考えを可能にしているのは、自然に対する全面的な信頼です。研究者のキエリー・ゴンキエが指摘していることですが、モンテーニュにとって自然とは、 我々の理性には計り知れないけれども、それでも完全に合理的な一つの秩序なのです。えー、ここで引用24をご覧ください、えー。全文を読み上げます。私は心から感謝しながら、 自然が私のために作ってくれたものを受け取り、そして自分がそうすることを喜び誇りとする。この偉大な善能の贈与者の賜物を拒み、破壊し、歪曲するのは恩を仇で返すことである。彼はすべての点で善であるから、彼の作ったものもすべて善である。えー まあこの文中で、モンテーニは自然を神と同一視し、非造物というよりはほとんど創造主とみなしています。このような全能の自然は、神がそうであるように我々人間の不完全な理性が理解し得る対象ではありません。自然は我々の認識の対象ではなく、あくまでも服従の対象なのです。 自然の原理を理解し、解明し、支配しようと努める医学や哲学の営みは、自然への反逆の振る舞いに他ならないのです。モンテンニュが、無知を学問よりも優れた知恵であるとして尊重するのは、学問が不尊にも、あたかも 自然の秘密を解き明かしたと勘違いし、先迫な知識に基づいて誤った判断を行うからです。モンテには次のように書いています。自然は優しい案内者である。だがそれに劣らず賢明で公正な案内者である。私は至るところに自然の足跡を探し求める。我々は 人義の足跡でこれを混乱させている。理性の無力さを自覚し、自然に服従する無知こそが、より優れた、より有益な知恵であるということになるわけです。そもそも人間の身体自体が、人間の精神の理解を超え、またそれによって闘技をできない自然の一部を成しています。 モンテーニは父から欠石を受け継いだことを何よりも不思議な神秘であると語っていますし自分の意思に反して体が動かなくなったり体の一部が膨張収縮したりあるいはおならのようにですね好き勝手に音を立てたりする様に関心を向けています。 それから、さらにですね、彼は想像力についてという章の中では、男性が突如襲われる性的不能の話題を複数回取り上げています。まあ、我々に理性の無力さを教えているのは、とりわけこのような人間の身体にまつわる不可解な経験の数々であると言えるかもしれません。 えー、なお、先ほどの引用24でですね、モンテーニュが非造物であるはずの自然を創造主としての神と同一視していると述べましたが、この自然にはキリスト教の神が持つような救済者としての役割は与えられていません。それは人間を特別視せず、万物を含めた宇宙の秩序を冷静に見る、冷徹に見守る、 存在です。モンテには、えー、自然に次のように語らせています。えー、引用25番の河川を読み上げます。この世から出ていけ。入ってきたのと同じように。死から生への移行を苦しみもなく、あ苦しみも恐れもなくできたのだから、生から死への移行も同じようにすればよい。お前たちの死は、 宇宙の秩序の一コマに過ぎない。えー、このお呼びかける自然は人間の現世での行いを裁き、正しいものに永遠の救済を与える存在とは違います。モンテニーにとって自然が我々に与えてくれる恵みはあくまでも現世における幸福です。 だからこそ彼は、この幸福に、キリスト教が、え、欲と見なす肉体の協力も加えるのです。モンテーニの求める幸福は、肉体と分離した魂だけが来世にて享受する幸福ではなく、え、魂と身体が不可分に結びついた存在としての人間の幸福。え、人間が短い生涯の間に、その心身の全てで味わうべき幸福なのです。 はい、以上で、えー、今日の授業を終わります。ありがとうございました。はいえー、今日の講義の最後に、えー、推薦図書を3点挙げておきます。いずれも入門者向けの本ですので気軽に手に取ってください。 左のモンテーニュ入門講義という本は私自身が2022年に刊行した本です今日お話しした内容も概ね本書の内容の一部に沿っていますので参考にしてくださいでは本日の講義はこれで終わりますありがとうございました